はい、メヨンです。ご覧ください。ボランティアにやってまいりました。大量な唐揚げと、えー、カオパットかな。こっちも、えー、すげえ量なんだよね。これを子供たちに配るという日で。ねえー、すげえめんどくせんだけど。えー、すげえ山奥に。チェンダオの奥の奥で、ご覧ください。山があって。この辺で野焼きをしていて、空気がこう、特に曇ってるでしょ。 すぐそこに山があるんだけど、もう煙っちゃって見えねえし、そこでも焚き火屋ってのが見えるしね、もうね。で、こういう唐揚げとかをたくさん持ってきて、ね、子供たちにあげるんだけど、なんせ朝早くて、朝早いのは全然いいんだけど、その、人にこう連れて来られるって俺すげえなんだよね。めんどくせえっていう。で、この奥に学校があって、まあこういう唐揚げをね、配るんだよね。まあそういう、今日土曜日か。 まあそういう日なんでしょうあの妻のその計画っていうかそれが本当クソなんだよね人が楽しむ計画を本当こう作るのが下手だよね、うん、自分のその善意とかそういったものにかまけてね、えー、なんだ全体を楽しくしようっていうそういう能力にめちゃくちゃ欠けてんだけどまあここは我慢しようどこだここっていうねはあ カオパッドとかチャーハンだよねチャーハンとかこういう唐揚げとかを子供たちにあげんだよねあ、うん、げてどうすんだみんな太ってんだもんあいたいた何かやってるあそこで、うん、子供たちに何かあげて裕福な家に生まれ育ってそういうことやって気を紛らわしてんだけど俺は騙されねえぞこれもねうまくね いいカいいカラフいいシェアシェアバはいミヤンです、えー、チェンダオというね田舎町に来ていまして、えー、妻がねボランティアかなんかやるんですがめっちゃくちゃつまんねえから一人で抜け出してきましたはい、えー、ここで何か食べましょう、えー、ああみんな何食ってるんだろうあのおっちゃんと一緒の食おう、えー それか、ああ、せん、れ、せんれ、ピセイあナムさん、いいかな。ナムトッキー,、うん、ー、いまあナムナム。ー、はい、ここからはテレコしていきましょう。えー、チェンダオという田舎町、チェンマイから北上すること70キロぐらいかな。もうちょっと行くとミャンマーがあるぞ。ボーダーあるぞ。っていうね。 で、その山岳部田舎町に来ましたよとで。で、妻がボランティアやっていて、今日は子供たちに唐揚げ、韓国風唐揚げを大量に作って、あと日本風ガーリックチャーハンってのを作って、それを小学校で子供たちにあげるってね。 前の動画でも、なんかこう、ね、お年寄り、認知症ね発症してしまった友達に、随分こう、感情移入して、てね。まあそういうところが彼女にはあるんだよね。うん、で、今日は子供たち。で、今度は動物っていうね、えー。弱いものをなんかこう放っておけないっていう、少女アニメ気質っていうか、そういうのが強くあって、えー、正直言ってかったる、カッタる 俺はね、えー、めんどくさいんだけど、まあ悪いことをしてるわけでもないし、彼女のね、え、長所の一つでもあるのかもしんないけど、旦那としてはすっげえめんどくせえ。朝早くから。その前までヨッシーと、ちょっと前までヨッシーと飲んだからね。えーで、まだ酔っ払ってんだ俺。ね。で、はい、えー、豚の血のスープの麺物を食べながら、えー、質問やコメントに、 ポンポンと答えさせてもらおうかな。エミアン、日本にタイ人の友達いないんですかってね。紹介してよ、みたいな。うん。まあ、紹介っていうわけでもなくて、友達結構お店やっていて、その一人が、東京なら、世田谷の下北の方に、なんだっけ、ローンスラータイだっけな。ちょっと、いつも覚えづらい名前なんだけど、ローンスラータイ、1950年図、みたいな。 ちょっとここで写真貼っとくかな、ポン、これ。ね、えー、こちらのお店に行くと、ジョーっていうね、えー、オーナーがいて、エミヤンと確か同じ年で、ね、あの人すげえいい人だし、日本語も喋れるイーサン出身の彼は、えー、結構こう、なんだろう、すげえこう、 頼りになななるる人だだと思思うな俺はいいやつっって思ってるで日本でタイ料理やってる日本人の友達いませんか?」みたいなね今度北海道の札幌の方でタイ料理バルね、えー、今日本でバルっての流行ってればねそれを出したいと思ってんですけどつってね北海道の方に俺は多分そういう友達は一人もいないかな東京ならね何人かいたんだけどこのコロナで閉めちゃったっていう人もいるし でも今でも一生懸命やってる人の中では、まあ、パッと思いつくのは、あプワンっていうね、えー、三原寺から始まって渋谷、あと、どこだっけ、都立大学芸大、えー、大学系の駅の近くにも出したよ、つって、そのプワンっていうところのーオーナーさんは、なんだろう、誰に紹介しても、 大丈夫かなっていうカセちゃんっていうねカセくんっていうエミアンよりちょっと年下の彼がやってるお店プワンねぜひ行ってみてまあ行かないよね遠いよねうんそうそうカセちゃんがもうそのお店をやるずっと前ねだ何年前だろうお店を今度やりますよっつってでバンコクに視察に行くんですよっ,っていう時に,にっっエミアンもチェンマイからバンコク行ってしばらくカセちゃんと一緒に飲んだんだよな その時に結構こうなんだろう思い出深くてその一つにあの慶応大学を卒業した連中が当時バンコクに集まっていてでカスチャンと彼らをほとんど同じ年だったから合わせて一緒に飲んだんだよね。その時に カスちゃんが「ああ僕稼って言います、えー、東京のここで、えー、今度おー大量油を出そうと思ってるんですよね」でもまだ物件を借りたいとかあどういうコンセプトとかってあんまりこう完全には練り切られてない状態でぼんやりとやりたい、ね、やるのは決まったでもどうしようかな店構えはとかっていう時にそのアイデアを求めてタイに来てますっていうそういう話の時に。 えー、その慶応大の人たちがあ、彼らが、こっから飲食ですかみたいなね。なんか飲食店っていうものを鼻からこう、まあ彼らは確か湘南の、湘南公社でしょ ?SFC だかどっか、慶応のね。で、コンピューター系なんだよね。で、飲食今からやるってちょっともうやばくないですかみたいなね。感じだったよ。うん。でも、カッシャンは成功したけどね。そっからね。で、えー、面白かったのが、 あカすちゃんが自分のお店のそのコンセプトっつうかそのプランみたいなのをプレゼン帳に話したんだよね。これこれこうでこうでっつってね、えー、友達っていう名前でで、えー、とにかく友達にはこういう風に えー、していきたい、みたいな。それを聞いた、慶応大の奴らが、え、じゃあそれってさ、つ、他のお客さんと、自分の友達、常連さんと一元さんを、ね、分けて対応するっていうことになっちゃうでしょみたいな。それセンスなくないみたいな感じで、めちゃくちゃディスってんだよね。うん。まあ、カッちゃんの前でディスったかどうかわかんないけど、その後、かなり言ってて、俺、怒ったもんね、彼らにね。えー、お前ら失礼だぞ、つってね。うん、で、 確かにね、えー、聞き方によっては、客を差別するって聞こえるかもしんないけど、でもそれは、その、何ブレインストーミングみたいなもので言うと、その、このアイデアもこんなアイデアも、いろんなアイデアを出すうちの一つのアイデアって、そこをやっぱけなしちゃうんだよね。慶応大を出てる彼らは、ちょっとはインターナショナルな感覚で、えー、そこはけなさないっていうふうに分かってるかと思いきや、めちゃくちゃそこへについてくるわけよ。だから、打ち負かしたいんだよね。 ダメだこいつらって思った。で、俺はカシちゃんのその、ね、友達っていうコンセプト。ね、みんな仲良くって言って、その、彼自身はその友情に熱いタイプで、そこのモチベーションがすごいわけよ。何スノボ行くぞって言ったら、バス何台も借り切ってみたいな、そういうことを一人でできるタイプだからあ、その情熱をこう、もっとこう、膨らましていこうってのが、周囲の人間の役目だと思うんだけど、慶応のやつは、けなしちゃうんだよね。あ、終わっちゃう。まあ、何せよ成功した。アイラビ1年です。